はい、2部の、3に入りますかね。はい、当今に活かすシリーズは、7年近くにわたり、YouTube の方に動画を1350本以上上げています。どれも力作となっております。例えば満州国、東条天笠を中心に、展開しております。また当方ではチャンネル登録の方もお願いしています。はい、じゃあ引き続き、フリミお願いします。先ほどまでですね、はい、古見忠之という満州国の官僚のですね話を申し上げました。古見忠之というのは大蔵省の出身でございまして、満州国に渡りましてね、満州国の財政全般を取り仕切りまして、最後は満州国の行政のトップ、総務庁の次官にまで、総務庁の次長、満州国の総務庁の次長にまで上った人物でございますけれど、うん、日本の敗戦によりまして、はい、それに抑留され、それから中国に引き渡されてね、武人の刑務所で18年の刑に服したわけですね、うん、その間に自分の罪行について深刻に反省いたしましてね、反省書を書きました。その古見の供述書の話をね、前回までいたしましたけれど、ここではまた元に戻りましてね、東条英機と天笠正彦と石原莞爾のお話を申し上げたいと思います。はい、了解です。ではここからいきますね。一部申し上げたと思いますけれど、天笠の橋渡しで、そうでしたね、東条と会見した石原は、石原莞爾ですね、はい、石原は天笠のことをその後も気にかけ、戦争末期の昭和19年には天笠とも親しい大将の多田隼雄に会い、天笠を早く満州から返すよう進言をしているということですね。あ、そうなんですか。天笠と石原莞爾は満州の地で対立したんでございますけれど、ね、石原はね、はい、それにもかかわらず天笠のことを気にかけていたんで、うん、さてここに多田隼雄という人物が出ておりますけどね、多田隼雄は陸軍の参謀次長まで務めた人物ですね、うん、その当時の参謀総長は宮様でございましたから、海員の宮琴人親王という宮様でございましたから、多田隼雄がトップだったんですね。この多田隼雄はですね、大陸に侵攻するな、ああそうですか、北のですねソ連の方が心配だというね、うん、そういう一派ですね、こういう一派のことを北進派というんです。これに対し、東条などはね、はい、それよりまず第一にいつでも打ち倒すことができる中国をね打ち負かせ、なるほど、陸軍大臣の当時の杉山元などは、中国などはね2ヶ月ぐらいでやっつけることができると言っとったの。天皇にはね2ヶ月というのはあまりにも短いから4ヶ月でやっつけることができるという、そういうですね、うん、まあ相乗をしとったんですね。こういう一派のことを大陸派と言う。大陸派、ただ早は北進派で、北進派、石原莞爾の仲間、なるほど、これに対し大陸派の方がね、まあ、体制だと、圧倒的な体制だ、うん、当時はもう大陸派ですけどね、そうですよね、うん、このただ早は花という人物と天笠が親しくてね、一緒にはい
四国88カ所巡りもやっておりますよ。それまたすごい。ただほやにある、まあただほやって前にもちょっと別の番組で触れましたけれど、川島よし子のね、スポンサーであった人物でもありますね。ああ、出てきましたね。ただほやにあり、雨笠も早く満州から返すよう侵入してる、その際、雨笠が満州で東条の悪談官のようなことをしているのは満州のためにも天笠自身のためにもよくありません。このまま天笠が満州にとどまれば天笠は誰かに殺されます。とにかくこのままでは日本に生きて帰れないものと私は見ております。そして天笠は石田蟹の予言通りね、日本には生きて帰れなかったんです。うん、日本が敗戦で負けた時ね、はい、天笠は自殺して死んでおります。生産狩猟なんで死んでおりますけどね、まあこの話はまた天笠のところでまた詳しく申し上げます。このまま天笠をですね満州の死に置いていけば天笠のために良くないし生きて帰れないということをね石原蟹は言ってたんですね。さて、共和会をめぐる古見忠之と石原蟹の対立は石原の左遷ということで落着した。これも前にお話し申し上げましたよね。はい、そうですね。共和会というのは天笠が総務部長、先ほど挙げました古見忠之が指導部長でしたよね。二、はい、人でですね手を組んで共和会を運営しておりました。これに対し石田幹事はあのようなですね官僚に共和会を委ねているのはよくない、古見忠之のようなものは通用すべきだということを言ってましたね。ああ言ってました。それで、まあ、あの満州国の官僚のね恨みを買いましてね、うん、官僚といったら当時はトップが星野忠之、その下に石原あの岸信介がいましたね。そういう連中の恨みを買って結局は石原は飛ばされてしまうんですよね。石原の左遷ということで落着した。これについてはまた別のところで詳しく申し上げますけれど、しかし満州国という新国家を出現させた石原には絶大な人気があり、新興に近いほどの崇拝を捧げる者も多かった。ああそうでしょうね。満州の地でも日本でもね石原幹事を崇拝する者が多かった、ね、戦略の神様ということでね、はい。石原が去った満州にそのまま残しておくのは具合が悪いということで、喧嘩両成敗の形で古見忠之は共和会の代表としてナチスドイツの党大会に派遣された。つまり石原をそのままね置いておったんでは、石原だけ左遷してですね、これも叩きそのまま嘘をばらせるのは良くないところで一旦はね外へ出した、ナチスの大会へ出した、うん、これは形だけですよ。また古見が満州に戻ってきて出世の寛大をどんどん上がるんです。そして天笠も昭和13年8月から約5ヶ月皇后使節団の副団長としてヨーロッパ諸国を歴訪した上で教会を退職した。天笠はですね、はい、石原幹事と対立しておりますけど直接喧嘩をしておりませんけどね、うん、それでもねやっぱりね石原幹事を追放するにですね、はい、彼も力を貸しておりますね。噂ではね、うん、石原にお前は満州を抑えと、それだけは格があるって言ってピストルを見せて脅したような方たちを話も残っておりますけどね。5ヶ月天笠も昭和13年8月から5ヶ月法王使節団の副団長としてヨーロッパ諸国を歴訪した。この法王使節団が行ったところはね、はい、ナチスドイツとあそうですかイタリアで、ムッソリーニが
支配するイタリアと、それからスペイン、スペインは内乱状態でございましたけれど、やや優勢なフランコ将軍ので、政府に表敬訪問した。つまり当時のですね、世界から見ればファッション国家ですね。そうですよね。ナチスドイツ、はい、それからイタリアの、イタリアのムッソリーニ、それからスペインのフランコ、みんなそうですね。そしたら2、3弱小の国も言っておりますけど、歴訪して教会が退職した。この法王施設中のですね、面白い話もありますから、いずれ天笠の話に戻った時にですね、また申し上げます。さて、鎌九大でですね、はい、ここから東条の謀略の話に移りたいと思いますけれど、ちょっと休みましてね、はい、次回から申し上げます。はい、ちょっと休憩いたします。はい、ありがとうございます。